ハルピンだよ。みんな元気？今日はホテル付近のビーチにやってきました。それでは早速見ていきましょう。レッツゴー。こちらの動画はショートで上げた動画です。このように綺麗な道を歩いていきます。さあ、綺麗なワイキキビーチ、イエーイ。さあ、今日はここで午前中に遊びます。レッツゴー。こんなに綺麗な海初めてです。さあさあ、ここからですね、場所取りなどをちょっとしつつ遊んでいきたいと思いますが、波がすごいですね。はい、ハルピーもですね、ちょっと砂を見てます。でも本当に綺麗な海ですね。ワイキキビーチ。あっち、こっちに何かいたみたいです。何かいたのかな。あ、お花があったみたいです。ハルピーは何でも興味津々ですからね。わお、はい、ダディがワオって言っておりますけれども、波がすごいんですね。あのね、あっちは日陰はないけど、ヤシの木の、はい、ママのお姉ちゃんが場所を探してきてくれてます。さ、ここのですね、波がすごいんですよね。ハルピンはお花をずっと探してますね。はい、すごい、すごい波ですね。これを見てダディはワオって言ってましたね。そしてジージバーバーはどっか行ってしまったそうです。いろんなとこを散歩行きますよね。ね、ここのね、あの波打ちがすごいですね。はい、こんな感じです、ね。本当になんか体を打ちつけられそうな感じですね。でめちゃくちゃ綺麗だし、めちゃくちゃいい素材です。ね、もし素材で使いたい方がいたら、コメント欄に書いて、使ってください。さあ、それではですね、浜辺の方行きましょう。はい、波をですね、波で遊ぶハルピンですね。はい、バーバと一緒にね、歩いております。ハルピンはね、初めてこんな感じで来ますからね。沖縄の時はね、ここまでね、がっつり来てなかったですからね。ダイヤモンドヘッドが後ろに見えますね。ナイスショット。ママと一緒に入ります。さあ、このようにアンパンマンの浮き輪で浮いてます。ダイヤモンドヘッドと映ってます。リミちゃん、こっち。はい、チージュアル。もうここから撮影会ですね。もうハルピーは怖くてしょうがないんですね。浮いてますからね。そうそう、はい、ナイスショット。はい、写真はこんな感じ。こんな感じで海で遊びました。素敵な写真になりましたね。ミミ、はい、チーズは、こんにちは、わお。その後はショッピングなどに行って、お部屋に帰ってきました。そのショッピングでママのお姉ちゃんがこんなおもちゃを買ってくれました。やったー。このおもちゃで遊びましょう。すごい気に入ってますね。お、恐竜のおもちゃですね。はい、しかも音が鳴るんですね。恐竜の鳴き声が鳴ります。もうハルピンね、ずっとボタンを押して早く早く開けてということで、それでは開けていきましょうかね。恐竜ありましたね。ダイナソー。はい、こんな感じで開けていきます。ダディがやるとぐちゃぐちゃになっちゃうんだね。ただね、あの箱を捨てて帰りました。はい、では外に出しました。こんな感じで遊んでいきましょう。もうハルピンの中ではなんか物語があるみたいですね。はい、乗らない。乗らないですね。乗せようとしてますけど乗らないんですね。乗らないよって言って、
ちょっと待ってろ。俺が今この車に乗るからな。いや。ハルト入れてくれ。いや。入らねえ。いや、入らねえな。これじゃ恐竜連れてけねえじゃねえか。ああ、乗れないのかお前。わしを連れてけないじゃないか。ああ。しょうがねえ。ちょっと企画ミスで乗れなくなってしまったんだ。もう僕はこの車に乗れないのか。乗りたいんだけどな。ここに乗っけよう。ここに乗ろう。しょうがない。僕はここに乗るしかないんだ。恐竜と一緒に乗ってやる。やっぱ降りる。ハロー。食べられちゃうよ、食べられちゃうよ。おいしい、おいしいじゃん。ハルピンがおいしいっつってんの。恐竜が人食べてもおいしいって。恐竜を見せるハルピンでした、タイトルは捕食でしたね。はい、もうね、ダディもこのアフレコで遊ぶのね、この辺にしときますね。ハルピン食べちゃうぞ、ハルピン食べちゃうぞ。はい、そこ乗っけてという。はい、ということでですね、ちょっとその後にお散歩がてらで、外に来ました、インターナショナルマーケットプレイスというところにやってきました。ここはもうお写真の映えスポットがたくさんありました。あ、インターナショナルマーケットプレイスですね。あ、もう日本語も書いてありますね、カタカナがね、下にね。はい、ちなみにここのお店にですね、日本食が売っているスーパーマーケットなどもありますので、もしハワイに行った際はぜひ行ってみてください。はい、こちらはですね、なんかあの有名な人だそうですよ。はい、なんとかユーっていう方ですね。はい、はい、こんなね不思議な木があってね。はい、ということでハルピンもねここに座ってちょっとね写真タイムみたいな感じでね。はい、はい、チーズって言いながらね、ものすごくシャッターチャンスになってますね。はい。ということでね、ハルピンが今日はですね、こちらのインターナショナルマーケットプレイスを紹介していきたいと思います。はい、じゃなということでですね、それではちょっと移動していきましょう。はい、ママちょっと連れてってください。はい、ママの後ついていきましょう。レッツゴー。はい、こんな感じでですね、インターナショナルマーケットプレイスはですね、その名の通り世界中のショッピングマーケットみたいなのがあったりします。まあ、世界中って言っても大体アメリカのショッピングとかイギリス系とかね、ヨーロッパ系とかが多いんですけどね、 MCM とか韓国系もありますね。はい、バーバリーとかねありますけど、行った時間は閉まってましたね。大体今行ってる頃はね、20時ぐらいですね。まあ、この時間はそんなに危険ではないので、出歩いております。奥の方に行きますとこんな感じでスポーツカーみたいなところに乗れたりもします。ハルピンがこうやって乗ってね、ちょっとね、遊んでおります。はい、ハンドルで遊んでますね。はい、降りるそうです、ハルピン。はい、こちらですね、アロハの文字があって、こちらも映えスポットになってますね。このようにね、はい、チーズという感じでね、ハルピンと写真撮っております。そして ABC マートのおもちゃコーナー、こんなにもいっぱいフィギュアがありますね。 JJ とかね、日本で売ってないですかね。ココメロンのグッズとかありましたね。どれも一つも買えませんでしたね。キティちゃんグッズだったりもあったりしましたね。ハルピンはね、割とねこうやって見て、ちょっと触ったらね満足しちゃう子ですのでね、あんまり買えませんでした。ミミステージダンスダンス。はい、ということでね、こんな感じでステージなんかもあってですね、こうやって遊んでおります。
もうね、すごい映えスポットですね。ダンスダンス、はい、インスタグラムもね、ハルピンやっておりますので、インスタグラムも見ていただければと思います。はい、ね、ここでね、こうやって乗り始めまして、もうハルピン、ここからね、もうダディと一緒に遊ぼうという感じですね。よーしとか言ってましたね。はい、さあ、ハルピンとのハワイ旅、急にかくれんぼ始まりましたね。もういいよ。さあね、こうやってハルピン探してますね。目が合ってますね。でもハルピンにわざと、ね、目が合っても探さないんですね。はい、ということで、人生初のハワイでした。ハルピンの初めてのハワイ旅、いかがでしたでしょうか。こんな感じでね、ハワイを旅しました。大きくなったハルピンは多分覚えていないと思いますが、人生初の海外旅行はみんなでハワイに行ったことは変わりません。今度はもう少し大きくなったら行こうね。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー、バイバイハワイ。次はまた日本の旅だよ。お楽しみに。